すごいな。去年の冬の話なんですけど、渋谷で仕事を終えたんですよ。わりかし早い時間に終える仕事で、ちょっと時間あるなということで、ちょっと電化製品で見に行こうかなって言って、渋谷に結構でっかい家電量販店があるんですよ。でそこに見に行こうとして行ったんですけど、その道路を渡ったところに喫煙所があったんですね、ちっちゃい、まあ、僕吸うんで一本だけ吸ってから買い物というか見に行こうと思って、まあ、タバコ吸ってたんですよ。こうやってほんなら冬やったんですけど、横に女の人もタバコ吸いに来て、結構でっかめのコート着てるんですけど、前開けてこう V の字みたいなこうニットを着てるんですけど、めちゃくちゃおっぱい大きかったんですよ、その人。うわっと思って、めちゃくちゃおっぱい大きい人おると思って、まあ、うわっと思うね、はい。とりあえずカバンの中にいつも新幹線で寝る時用のサングラス入れてるんで、それかけてちょっと見てたんですけど、はい、やっぱ自然と息も荒くなってきたのか、タバコの減りが早いんですよね、その2本目すぐつけてこうやって見てたんですけど、で見てたらそのおっぱいすごい大きい人が、ケンコバさんですよねって言うたんですよ。あっと思って、まあ、サングラスパッと外して向こう見てたんですよ。あ、そうですって、みたいな、ね、前小芝居打ったんですよ見てなかったですよみたいなね、はい、で何してるんですかって、いやちょっと電化製品とか見ようかなと思って、こんなとこおるんですねみたいな言われて、はい、って僕あんまりね、そちょっと女の人ナンパみたいなことちょっとあんま得意じゃないんですけど、なぜかその人とはこうスムーズに会話できる感じがして、そうでしょ、おるよね、はい、何してるんですか、あ、私一人で芝居ブロブラしようかなと思ってみたいな、何それ結構夜まで時間予定あるんでみたいな、ああそうなんですかみたいな、みたいななってる時に急に僕おしっこをすごくしたくなったんですよ、はい、おしっこすごくしたくなって、ちょっとこんだけ喋れる人やから言うてみようかなと思って、すいません今実は僕ものすごくその用を足したくて、でもちょっとまだ連絡先とかも聞いてないんで、ちょっとその時間待ってもらっていいですかねみたいな、ちょっとお願い、これスラスラ言えるなと思って、大胆にいけるぞ今日は思ったんですよ、いいですよって言って、ほんそこに電気屋さんなんで1階にトイレあるんで、その前で待っててもらっていいですかと、あ全然待ちますよって、よっしゃよっしゃと思って、でも僕がこの量販店行く時に一緒についてきてくれて、でそこの1階のトイレ、ちょっと広場みたいなところの奥にトイレがあって、結構自動販売機とかベンチとかがあって、まあ、何かこうおばちゃんとかも座ってるんですけど、まあ、ちょっとここで待ってますねって言って、おいって、まあ、トイレ済まして出たらちゃんと待っててくれてるんですよ。で、じゃあさっき言ってたように連絡先交換させてもらっていいですかって、あもちろんもちろんって携帯出してくれて、で交換したんですよ、その場で。おーそうですか、やったと思って、ほな私じゃあ続きでブラブラしてきますねって、また暇な時いつでも連絡くださいって言って帰っていったんですよ、女の子。やったと思ったら、そベンチに座ってたおばちゃんがスーって近づいてきて、私も交換してもらえますかって言われたんです。パスだ、はい、で僕どんだけ頭をその時回転させても断る理由が見つからなかった。目の前で女性と交換してやってもらってるからね、はい、いやできないでしょ、言えないでしょ。おばちゃん結構まっすぐな目でずっと待ってるんですよ、交換してくださいって言って、これどうしようかなと思って、どうしようか、ちょっとまあ下心出ちゃって僕、まあ例えばこういう番組とかに呼んでいただいた時に、実は僕今おばあちゃんとメール友なんですよみたいな話みたいな、わかります、ね、あります、欲しいネタなるかなという下心があって交換したんですよ、でまた見ますねみたいな、はいとか言って帰っていったんですよ、そのおばあちゃん。でまあ近々そういう番組もあったんで、おばちゃんにメール打ったら、帰ってこないんですか。どういうことやねんおばあちゃん、なんやってんおばあちゃん、なんで交換したねん、帰ってこない、ハンサムじゃないと、ハンサムじゃないと、
で、まあ、後日1回だけ帰ってきたことがあって、一回この話をちょっと違う番組でしちゃって、うん、一応言っといた方がいいかなと思って、うん、あの、はいはいはい、出会いの日のことをテレビで話させてもらいましたっていう、すいませんっていうメールを送ったら、うん、なんかね、あの句読点の丸三つの返事だけ返ってきてミステリアスやな何のために交換したんやな向こうも調子良かったやろね、今日私行けるわみたいな、ウェブ行けるわみたいな、なるほどね、すごい話ですね、行きます。ちょっと有吉の話だいぶ似てる話、おう、皆さん、あのタイガージェットシーンっていうプロレスラー、もちろん知ってますよ、インドの強子、はい、クルエルトラって言われてます、うん、クルエルトラって言われてるぐらいですんで、あの、うん、ほとんどリング上で試合しないような人なんですよ、うん、そうか、もうあのレフリーをまず血まつりに上げて、はいはいはい、試合を裁く者をいなくして、もうその客席を練り歩く、練り歩く、もうその時で、ね、もうケムコジェラのだから巨大なインド人がこのサーベルこうやってはっ！はっ！って言いながら徘徊、場合によって椅子やら何やら客に投げつけるような、うん、まあ、僕なんかプロレスね、うん、ずっと好きでしたから、まあ、受け入れてますけど、知らん人から見たら異常ですよね、これ、うん、異常な出来事ですよ、巨大な客に投げつけるで、まあ、2年ぐらい前に、うん、プロレス会場に行ったんですよ、うん、まあ、タイガージェットシンが出てる、まあ、かなりのベテランなんですけど、うん、いや、シンが全盛期の動きすんのかなみたいな疑いかけて、長いもんな、もうリングにさっき入場したら、まず真っ先に一直線にレフリーの元に向かっていてですね、うん、レフリーを血まつりに上げて、うわ、うん、さすがシン、さすがシン、変わってないな、うん、でもその後対戦相手まで、うん、あのもうコーナーに縛りつけて動かれへんようにして、うん、でその後も自由な時間ですよ、シンの、うん、もう客席に俺らさんはっ健在やでもお客さんぶたぶた盛り上がってるんですよ、逃げろみたいな言うて、でうわすっげえなーと思って相変わらずシンすごいなー思って、でちょうどまあ僕のおる、僕も結構いいリングサイドの座らせてもらったんで、うん、シンがぐんぐん向かってきてるんですよ、うん、うわーシンが来るシンが来ると思ったんですけど、ちょうどこの椅子の列で1列前をシンが歩いてるんですよね、うん、でシンっていうのはもう我が道を行きますから、うん、あ、これちょうどギリギリで見れるから、うん、いよいよヤバだったら逃げたらいいし、ギリギリまで見れるわ、これ楽しみにしとこう思て、みたいな、ほんで向こうからシンがハッ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 ってこうね、サーベルこうやって近いハッハッって、その光景をね、おそらく初めて見たであろう、あの小学生の男の子がへたり込んじゃったんですよ、一列前ちょっと怖いかってへたり込んじゃって、涙がツッってなって、うん、声も出さなくて、うん、ってなってるんですよ、うん、うわっと思ったんですけど、うん、シンがどんどん向かってくるわけですよ、京子が、京子がはっこっからはちょっと僕の憶測もだいぶ入ってくるんですけど、一瞬ね、はっって言ってたシンが男の子、多分なんか視界に入ったよ、見たんやん、ってなったら、うん、この全然スピード緩めなかったシンが一瞬ちょっと立ち止まって、その場で立ち止まって、うんうん、はっ、はっってちょっと2歩下がるぐらい僕の憶測ですけど、坊主早く逃げろみたいな、時間を作ってやる、はっはっはっ、まだこっち見て、まだ坊主動かれへん、知ってんねんみたいな感じで、はっだいぶスピード緩めて近寄ってきたんですよ、シンが、はっ、もう男の子いよいよどかれなくて、うんうん、ほんで、これも僕の気のせいかもしれないですけど、その男の子を目の前で見てる僕がうわーってなってるのを見て、うんうん、なんか僕の方チラチラ見てるような気がするんですね、うん、はっはっはっ、我々の男の子で僕を見てるんですよ、はっはっはっ、わー、これはもうやばいと、どうしようかな、うん、でもシンがスピード緩めてるのはもしかしたら本当にインドの強子やから、うん、確実に男の子を踏み潰すためにこう緩めてるのかもしれない、そんなこと言ってる場合ちゃう思って大丈夫か僕ってこう一列こう乗り越えて、はいはい、男の子バッと投げたんですよ、大丈夫か大丈夫やからなって言ったら、うん、シンが元のスピード戻って、うん、はっ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 、僕のとこ通り過ぎる時に一瞬はですけど、
血足も入ってるんですけど。あ、そうかもしれないまあまあね、そういうこともあるかもしれんわ。いやー滑らないっすね。まあまだいきますからね。あ、コバ、ありがとうございます。あのこれ僕が小学校時代の話なんですけど、あの地元にあの高架の上に線路が走ってる場所があるんですね。でその高架下が公園みたいになってるところなんですよ。その公園にいつ行ってもおる忍者っていうおっさんの話なんですけどいつ行ってもいつ行ってもおるんですよ忍者って。あの犬一匹連れて忍者っていうおっさんなんですけど、ほんで上はこの和風の前開きっていうんですかね、それをやって下作業ズボン でむちゃくちゃ白のロングヘアをポニーテールにしてバーってるおっさんなんですよ。ほんでなんかね、ほんまに木で作ったナイフみたいなこう持ったりしてるんですよ忍者僕らも忍者言ってたんですよ。でその犬連れてる犬も口のここがピーって切れてるから人間やだいたい我々のお母さん世代からは忍者と遊ぶなって言われてるおっさんやったんですけど、もう興味あるから僕さ話聞きにくい、もう大した話出てこないですけど、明日晴れやなぐらいの、誰でも分かるわぐらいのそんな話しか出てこないんですけど、ある日忍者の忍者公園の近く通ったらですね、その公衆便所から出たとこで忍者がバリッバリのヤンキー5人ぐらいで囲まれてるんですよ。来た忍者対ヤンキ ーどんな忍術が炸裂するのかなすごい決戦が見れると人間も落ち着きまくってるんですよ。これでも慣れたもんやヤンキーの一番でかいやつずっと見てるし、慣れたもんでもこれ結構うすうす僕らも気づいてますやん、あれ忍者ちゃうってうすうすね、うすうすは気づいてるこうなってきて、ボコボコにされて殺されんちゃうかな忍者を。僕らも震えながらこう見てたら、そう囲んでるヤンキーの一人が、あっ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 、とか言い出して、あっ、あっ、って言って、みんながこう伝染してヤンキーたち、ビューってヤンキーがこう帰ってて、すごい忍術やって言って、僕は忍者やって走っていったんですよ。まあ忍者ちょっとなんか震えてるみたいな感じで、おみたいな。どんな忍術使ってんやろなみたいな。どんな忍術使ったの？何もしないみたいな。すごいな忍者思って、周り僕らテンション上がって忍者の周りぐるぐる回ったんですけど、忍者すっごい長い白髪をポニーテールにしてるんですよ。そのポニーテールの先にうんこついてたんですよ。そういう多分トイレ行って多分ついちゃうんでしょうね。長いし長すぎて長すぎて、ね、自分のうんじゅ、うん術がねうんじゅうんともうんともまあそれはお母さんも遊んであかんって言うんですよ、ね、行きますよし。人間結構その追い詰められたりしたらもう腹簡単にくくれんねんなっていう話なんですけど、最近ちょっと僕新幹線移動が多くて、もう大阪東京行ったり来たりしてるんですけど、新幹線であの電話をマナーモードにしてて、なったらやっぱマナーとしてこのデッキでね喋らんダメじゃないですか、あのトイレの前ので、あの電話になったわ思ってデッキまで行って、あのもしもし、あ小林です、あのちょっと今新幹線なんでちょっと電波悪いんですけどみたいな、向こうももし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 みたいな、あすいませんみたいな言ってたらちょっとガッて揺れたんですよね。まあ新幹線のあのトイレってちょっとした揺れでほんのちょっとだけフッて開いてドンってなるじゃないですか、でそのバンの間にこうおばあちゃんがこううんこしてるのが一瞬見えたんですよ。あ、すいません、あのちょっとすいません、あのおばあちゃんがですねとか僕もちょっとわけのわからんこと言ってて、あのもう一回ブルーバーンって当たるんですよ。おばあちゃんなんとかこう手を伸ばしてちょっとおばあちゃんがですね手を伸ばしてみたいな、伸ばしてみたいな僕も言ってるから、もう一回バーって揺れた時にバンバンって開いたら、開いてその一瞬にベータンがもう普通にうんこしてるおばあちゃん、普通にやってましたロック忘れちゃうんだ。これねおばあちゃんも多分このカシャンっていうのを分かってないと思うんですよ。これこれ今思えばっていう話なんですけども、僕3人兄弟で兄姉僕っていうんですよ。僕だけ
ちょっと歳が離れてて、うん、幼かったんですよ、ええ、だから両親が寝てる部屋で僕ちょっと離れたちっちゃい布団で僕も寝てるっていう、うん、もう兄姉はもう部屋それぞれもらってて、うん、まあ、2階の端っこに寝てるみたいなやったんですけども、うん、まあ僕夜中パッと目覚めた時もぞ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 こう絡み合ってるのを見て、僕はあ遊んでると思って、うん、お父さんお母さんが、うん、夜中まで遊んでると思って、うん、ちょっといたずら気味に、うん、布団の下から一気にズーンと滑り込む遊びをしたったんですよ。こうヘッドスライディングみたいな、もう頭からズーンと行った時にちょっと僕の頭にこうなんかクンっていうのが当たったんですよね。ってこうなった時に親父がおって言おうと言うでしょ。言うでしょ。あのおかんの新技が出たと多分感じが、こういう意味じゃない。僕の存在は気づいてなかった。おかんの新技が出たと多分思うよ。おっその時は僕もよく分かってなかった。はい、もう17年もそれぐらい昔になるんですけど、本当にこの世界に養成所の頃に、コンビを組んでて、ネタ合わせするのがいつも大阪のなんばグランド花月っていう大きい劇場の近くに、まあ、ひっそりとした公園があって、そこでみんなやってたんですよ。で明日までに新ネタを作らなあかんみたいな日があって、ちょっともう結構遅いんですけど、もう夜11時ぐらい回ってたんですけど、なんとかネタ作って、よしじゃあ、あと練習だけしようって言って、その公演行って練習してたんです、でまあ結構いつもやってる公演やったんですけど、もう結構冬で寒くて、ちょっと雪もパラついてるような時で、その公演にいたのが、まあ、僕とその相方、でカップル、ちょっとホスト風の人なんですかね、それとすっごい派手な格好したお姉ちゃんというか、ほんでダンボーラーとその飼ってる犬この三角形ができてたんです、でまあバーッとこう、まあ、あんまり迷惑かからないちっちゃくてバーッと練習してて、ほんならそのカップルがすっごい喧嘩を始めたんですよね、まあ、最初からちょっと怪しかったですよね、やってたんですけど、だもう女の方がえらい泣き出した。なんだ私ずっと、ほんだ私ずっと騙されてたみたいな、もう男もめんどくさない、あもうわからんちょっともう物々しい空気になってるんですよ、ダンボールのおじさんもね、心配する人を見てるんですよ、ちょっとなんか渋い感じのおっさんなんですよ。飼ってる犬もなんか結構シュッとした顔でこうやってああ物々しい空気になってるみたいな、犬がこうなってる女の人かもね、いい加減にしてよみたいな、でも僕らもネタ合わせできへんな、ちょっと もう端っこじっとしとこうみたいな、なんで私ここまで尽くしてきたのに、なんでそういうこと言われなあかんないみたいな、もう犬ももう一回主人の顔一回チラッと見てもう一回見たりしてるんですよ。はい、うん、ほんで女の人が「わりゃー!」みたいな言ってもう服持ってガーッと男のホスト風の男もやって、あもう男が最後の「離せよおら!」みたいなって、二度と俺に近寄んな、二度と作る見せんなーみたいな言って、女の人その声でびっくりしてへたり込んでる、あ泣き出して、男がもうバーッいったんですよ、うわって公園がもうシッで雪もちょっとパラついてる中、へたり込んだ女の人がもうボロボロ泣き出して、うわーってなってたんですよ、ほなもうあまりにもいたたまれなくなったでしょうね、ダンボーラーのおじさんが一枚ダンボールそっと書いてたんです。何してんだろ。優しさやな、優しさなんですけどね、ちょっともう染みついたような段ボールにしようか。何したんのよ。壮絶な、まあいい話ですけどね、ちょっといい話ですけどね、いやしかし潰れへんな。すごいの潰れへん。ガキの頃に、近所で希望総連っていうあだ名の評判のおじさんがおったんですよ。なんで希望総連なんか言ったら、僕ら公園で草野球とかするじゃないですか。草野球でもまあその定休野球で、ほんなら、お前ちょっと来いってそこにおっさんがやってきて、お前そのキャッチャーやってるお前ちょっと来いとか言って、で、こんなん殺すとか言うんですよ。
怖いなぁ。小学生でビビるまくれないよ、ね、ビビるね。やばい、殺される思って。とりあえずバーってこうバットとか置いていったら、ガバッて抱え上げて、希望ソーレンって歌って、ポン放り出す。そういうおっさんがおったんですよ。たまに小学生の背高いやつおるじゃないですか。もう175を超えてるぐらい。そう、おっさんちょっと小柄なんで、そういう時は、お前ちょっとこうやって、ちょっと、もうせえ、みたいな。で、両手で足つかして。ほな、キーボードみたいにそれで、キーボードソーレンって背中でやるんですよね。うわ、このおっさん怖いなと思ってたんですよ。でももうその、怖いなぁ、はい。なんか怖いなぁ。そういうのな、現れへんの待つしかねえよ。なんか、言葉自体も怖いなんですか、希望ソーレン。なんか怖いなぁ、はい。なんか組織のもんかなと思ってたんですよ。で、時は流れて僕中学生になって、あの公園とまだもしかしたら希望ソーレンのおっさんおんのかなと思って。ある日。はい。思いついてもうて、ちょっと見に行こう思って、今やったら怖ないし、思って、うん、チャリンコでバーって行って、見てたら、子供たちが野球やってるんですよ。うん、来よったんですよ、希望ソーレンに。おぉ、まだやってんねや、思って。5年以上経ってんのに、思って。で、いつものようにパッと子供抱えて、ギターみたいにして歌ってんのを、中学になって改めて気づいたんですけど、実は希望ソーレンじゃなくて、キープオンソウルトレインって歌ってたんですよ。英語わかるようになったら、実はキープオンソウルトレイン。結構なんかいい感じの歌詞だよ。学がなかったから。そうなんだ。わからんかったんや。すごいこと教えてもらったんだから。はい。言うなでしょ。あ、ごめんし。僕の顔やから起こった悲劇やと思うんですよ。こういう顔つきやから。はい。僕、バイクが好きで、夜中ずっと大阪でバイクをブンブン乗ってるんですよ。で、腹減ったなぁ思って、なんか夜中やってる食い物やないかなと思ったらラーメン屋があって、あ、ここ行ったことないなぁ。そこ止めて、で、まあ、ヘルメット脱いでラーメン入ったんですよね。もう夜中の2時、3時前ぐらいだと思うんですけど。ほな、50過ぎぐらいの、スキンヘッドのヒゲのおっちゃんが一人でやってて、あ、いらっしゃい、言って、あ、すいません、ラーメンお願いします、一個、えぇ、言って、ダーってる。あれ兄ちゃん、なんか見たことあるな。うん。あ、もしかしたらその、テレビとかで、チラッと見てくれって、まだ名前も覚えてくれてないぐらいなんだな、って。いや、テレビやったか、雑誌やったか、なんか見たことあるな、とか言われて。あ、いや、もうそんなもん、大したもんやないんで、あの、ラーメンください、言って。あんまかい。で、シャーってラーメンできて、ラーメンおまじいって。で、食べたら、むちゃくちゃうまいんですよ、俺。うん、とうとう見つけた。はい、この誰もこれ知らんとこやで、こんな場所の、うん。で、スープがほんまに、澄んでるのに濃厚で。ほんで、なんか、二段に味がくるような感じなんですけど、あ、これうまい、ここスープうまいっすわ、って、吸ってたら、うまいやろ、っておっちゃんが言ってて。はい。どっちゃんだって。お前、ラーメンやろ、こらぐらいで盗めるもんやったら盗んでみ言われて叩き出されたわかる、この辺もらってわかる、おるな、食べきりたかったんですけどね、あれせっかくうまいのにな、せっかくうまいの見つけたんですけどなかなか行けなくなったんですよ、それでこれはこう、まあ、はい、行っとこうかな、僕おばあちゃんが岡山の人で、ええ、しばらく実は岡山に預けられてた時期があるんですよ、うん、幼稚園の年長ぐらいの年齢なんですけども、うん、その岡山で言ってもその愛田郡ってもう今ないようなとこで、うん、すっごい田舎なんですよ、あの天然記念物のオオサンショウウウジャウジャ売ったりとか、野生の鹿やらイノシシやらがそこら中畑出てきたりとか、あの本当にあの山ミミズって言って他では見えんぐらいとこの30センチ以上のミミズが雨降った後は山の肌に全部出てきてうじゃうじゃ動いて山が動いてるように見えるよ、ね、後にあの F1 のサーキットが作られたぐらい何もないほんまに田舎の場所やったんですよ、もう今統合されてないんですよ、その相田君っていうところ、すごい自然に囲まれた中で、まあ多分教育方針で預けられてたんですけど、おばあちゃんとかは要は山菜をね取るんですよ、
もう食卓に並ぶのは川の魚か山菜か畑で取れたもんかいうぐらいしか並んでなくて、もう毎日山菜とか取りに行ってたんですけど、まあ、そこに僕と、まあ、おばあちゃんと僕と、親戚の千恵ちゃんっていう女の子、僕より1歳年下なんですけども、じゃあ、泊まると千恵ついておいでって山菜取りに行くからって言って、山のところちょっと行ったところで、まあ、僕もショッキングやったんですけど、初めて鹿の死体見たんですよ。鹿が死んでたんですよ。足どないなってんねんっていう死に方やったんですよ。なんかこんな目ちょっと向いてるような、うわ気持ち悪い怖っと思ったら、やっぱ千恵ちゃん女の子やからすごいショックやったんですよね、死体というもの、まあ、鹿が死んでるっていうので、千恵ちゃん泣き出して石持って鹿の死体にわーってバーン投げたんですよ。おばあちゃんがそれ見て、やめなさい千恵って言うて、あんたな、この鹿は今から極楽行くんや、うん、極楽行って石ぶつけられた後あったらこの子どう思われるみたいな、うん、知恵も嫌やろな、あんたからいつか死ぬねんな、ほんで極楽行った時にここ怪我してたら嫌やろみたいな、まあ、命の大切さ尊さみたいなね、ずっと語って、知恵ちゃんもごめんなさいみたいな、で町の村の若い人呼んでこれ埋めてもらうからで、とりあえず山菜取りに行こうと、もうちょっと奥行ったんですよね。でおばあちゃんがこう山菜取ってて、ほんでなんかキュッて抜いたら、さっき言って山ミミズがねビルビルビル出てきたんですよ。うわっこんなんですよ。で地面上がったらペタ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 ってこう跳ねるようになってたら、おばあちゃんがこう小刀ですねさっきまで命の尊さを語って小刀をサッと出してなんやこの気色の悪いってサクッそれ見て千恵ちゃんおばあちゃんに石投げた。命のなんかいろいろ考えさせられる。いろんな命で。あそうですね。まあもうちょっと聞かせてもらいますか。河本がねちょっと出てない。まあこれはありますよ。はい、去年、うん、仮面ライダーの声優のオファーが来て、え、ありがとうございますみたいな、敵役です、で仮面ライダーのもう40年の歴史の中で最強の敵です、え、いいんですかみたいな、あれ一生懸命やらせていただきますみたいな話を受けて、その日飲みに行ったのがスピードワゴンの井戸田中ハンバーグ氏ですね、で行った時に今度実はこういう仕事が来たんだ、あ、そうなんですか、僕実は特撮もので仮面ライダーじゃないですけど違うシリーズで出たんですけど結構あれ大変ですよみたいな、アフレコ言うても、どんな感じなんって言ったら、やっぱりお子さんがメインのお客さんなんで変なことはできない、なのに連れてくるのはお父さんお母さんなんで大人だけが気づいてちょっとクスと笑えるようなやつをやってください、そういうなんかノリがあるんですって、で僕の時は負けて爆発する時に爆発音に紛れて甘いっていう、なるほど、これで親御さんだけが気づいてちょっと笑うみたいな、そんなんありましたよ、小林さんもなんかあるんちゃいますか、ああそうやな、ちょっと頑張るわって言うたんですけど、僕あれよく考えて僕それちょっとフレーズみたいなのがないので、はい、どうしようかな、なんかどういうふうに言われんねやろ、そこから台本が届いて見た時にちょっと青ざめたんですけど、えってなったんですけど、うわこれどうしようってなって、でまあ当日この録音スタジオに行って、でまあ僕本当最強の敵で一人で仮面ライダーを何人もなぎ倒すんですよ、でこんなやつに勝てっこねえってライダーがなった時、さらにダメ押しとして自らが巨大化して、俺を止めない限りこの地球は闇に覆われるみたいな、ものすごい役やったんですよ、その巨大化する時の一言がルネッサこれはキャスティングした人なのか監督なのかプロフィールだけで、あこの子見たことあるよ、ルネッサンスやる人だねみたいな、ごっちゃダメなんですかね、全然違うから、ルネッサンス巨大化して倒す、もうほんまに入れた後すぐ上着腕にかけて走って帰りましたね恥ずかしくて、はい、いや恥ずかしくてもう山田るい53世の仕事奪っちゃったのね、53世やったとしてもルネッサンスの意味分かれへんよ、巨大の時しかも違うし、大変でしたね、いやいや滑らないですね、さあ
まだ当たってない人が全然いますよね。はい、了解。来ましたね。あ、僕今住んでるマンションに、まあ、簡易なんですけど、ちっちゃいジムがついてるんですよ。うん、本当にまあ、軽い運動できるぐらいのジムなんですけども、まあ、僕別に体鍛えてはないんですけど、たまにストレス解消で重たいの持ち上げたいなってなってたまに行ってるんですよ。で、何回かそのジム行ってる時に何回か会うおじいちゃんがいて、まあ、おじいちゃんなんですけど、まあ、白髪で、まあ、オールバックというか、まあ、後ろに流してて、でも顔が真っ赤っかで結構マッチョ、すごいんですよ体が。でもう結構おじいちゃんのようにもう逆三角形で、それやのにこのブカブカのあえてタンクトップ着てアメリカ製みたいな、もうこんなおじいちゃんがいて、で僕はその重たいのガーってやってるんですけど、そのおじいちゃん自分のダンベルを持ち込んで、いつもこの肩の位置まで上げてってトレーニングやってるんですよ。すごいなこの人って。でもこの人ほんとすごいな、でもなんかなんか言うてるなと思って、はい、で僕T シャツで顔こう下から持ってきて、こう目の前の汗拭くふりして近く寄ったんですよ、これやってる時に。近く寄ったら、勉強する意味しない、もっとあたり一つ願ってるんだよと学園天国歌ってるんですよ。早くこのクラスで一番の美人の隣をまで歌って、一番の美人の隣そこで決めてるんですけど、早口で言うとはしゃあないやろ。ちょうどいいやん、ちょうどいいんだ。ちょうどいいんですよ、ちょうどいいんですよ、ちょうどいい。個性強いし多いもんね。個性強い。はい、あ、こば、はい、僕の今のマネージャーがですね、言葉遣いというか言葉のチョイスがちょっとおしゃれすぎて、ちょっとイラッときちゃうとこあるんですよ。ただ、まあ、この世界なんてスケジュールが入る、でなくなるなんか、まあこれしょっちゅうあることなんですけど、はいはい、急にちょっとおいしい仕事入った、ね、これちょっとおいしかった仕事なくなったみたいな。例えばこういう時もスケジュールチョッパー持ってきて、コバさん、いい知らせと悪い知らせどっち聞きたいみたいな言うんですよ。まあでも決して悪意があるわけでもなし、僕も実害を食らうわけでもなし、まあ別に怒ることもなかったんですけど、まあちょっとした事件が起こりまして、まあある番組でゲストで僕が呼んでいただいたんですよ。でその仕事はそのマネージャーにとって僕にとって相当大事な仕事やと意気込んでたみたいなんですね。この仕事うまくいくかいかんかで、この剣道小林というタレントの今後は変わるって意気込んでたみたいなんです。僕はそれ知らされてないんです。だから普通にゲストで行かせていただいて、ほんでまあそんなね、まあそんなむちゃくちゃ意気込むわけいつも通りじゃないですか。まあやってで、まあ幸い皆さん結構笑っていただいたんです、はい、でまあ満足感持って楽屋に戻ったらですね、ガチャったけど、いつもなお疲れでしたっていうマネージャーがもう何も言わないんですよ、ちょっとねもうこんな、あれみたいな、おい、お疲れみたいな、今だから言いますけど、コバさんね、僕はこの仕事をコバさんの今後のね試金石と捉えてたんですよ、これ言わなかったんですけど、僕はこの仕事で小葉さんに100点満点取ってほしかった、でも残念です、今日の点数発表します。なんすかこれ、めんどくさいな。でも残念です、今日の点数発表します、120点ですっていう。そんな時僕は初めてやましいって言ってた。結構めんどくさかった。めんどくさいな。でも悪意はないんでね。なるほど。よし。僕が小学校高学年の時ぐらいに、学習塾ブームが起こったんですよ、世間的に。なんかそう、みんな学習塾入れて、将来のためにみたいなブームがすごい起こって、やっぱそのブームに当てられたのが、うちのおかんも、また塾行きみたいな言い出したんですよね。ちょっとうちの親父がそれで聞いて、めったに怒ることないんですけど、急に怒り出して、名前いかんでーみたいな言って、あんまりその教育方針とか僕、親父には言われたことなかったのに、その塾なんか行くなみたいな言って、
で、おかんとえら喧嘩してて、ある日、親父がその、バイクに乗れって言って、うん、後ろ乗ってこう、山の方にね、ビューって行ったんですよ。うん、で、まあ、悪かったな、その、お母さんと喧嘩してしまって、お前には見せたあかん姿やけど、うん、まあ確かにその、勉強でのし上がっていって、そう、しっかりした人になるっていうのは大事なことかもしれんけど、俺は、人間の一番の財産は友やと思う。うん、そう、友達をもっと作るような環境に、お前置きたい。だからその公立の中学とかに行ってほしいし。うん、で、親父そんなこと考えててんやって、うん。で、まあ、その、なんか、いい感じのこと言いたかったんでしょうね。その、うん、ちょっと川に行こうよって。川行って、うん、まあ、石投げたりしながら喋ってた時に、うん、こう、亀がおったんですよ。うん、結構大きめの亀が、うん。で、例えば、友達がいなかったら、うん、本当に寂しい人生になる。うん、この亀見てみろって、カッと亀捕まえて、うん、カーン裏返して、うん、この亀も一人ぼっちやったら、うん、このまま死んでしまうん、って言ったら、うん、野生すぎて首伸ばしてグーッとブリッジでこう立ってっ野生はすごいなってことは笑ってましたやっぱ野生はすごい一人で生きていいし亀一人で生きていける野生すぎてかどうかは分からんけどおもろいな本当に滑らないですよおっ小林僕は営業の仕事行くとき結構遠く行くときは、うん、吉本の大阪の NGK というナンバーグランド花月の裏の駐車場で集合してからバス乗って行くとかが多いんですよ、うんうん、でまあ僕もその営業の仕事入って、うん、でまあそこの NGK の集合場所行ったんですけど、うん、ちょっと15分ぐらい前に着いてもんだんですよ朝に、うんうん、割かし、うんでまあでもサテンに行くにしても15分しかないしなまあここでタバコまあ喫煙所あるんでタバコ吸って待っとこうと思って、うん、タバコ吸ってたら、うん、多分ねアメリカぐらいやと思うんですけど、うん、外国人のもう5、6歳ぐらいの兄弟2人が、うん、わー遊んでる多分日本の観光に来て、うん、お父さんとお母さん向こうでなんか喋ってて、うん、でわーって遊んでるんですよ金髪の可愛らしい男の子2人が、うん、でその子ら2人が僕の方パッと見て、うんサムライって言うんですよ、うん、お前も悪い気しないじゃないですか、うんはい、サムライって言われて、うん、イエスみたいな言ってたのほんで、まあ、またそのタオル運んでるおっちゃんとかに来たらサムライとか言うんですよおっちゃんとかもイエスとか言ってるんですよほんで、まあ、ある人には忍者って言ってるんですよ、うん、でサムライ忍者みたいな通り過ぎる僕たち日本人を全部サムライか忍者に分けてるんですよで、まあ法則すぐ見つかったんですけど、どうやらちょっとがっしりしてる人は侍やと、うん、で小柄とかシュッとしてる人は忍者っていう、うん、そういうふうにどうやら分けてるみたいですね朝の時期で待ってたら、うん、新喜劇の島木ジョージさんが向こうから歩いてきたんですよ、はい、すっごい侍が来たもうこれ法則で言ったらもうね、はい、むちゃくちゃでかい声で侍って言おうのやろなって僕もこう観察してたのタバコに、うん、ほんで島木さんがおはようさんとかで駐車場のとか入ってきた時に、うんその弟の方がもうお兄さんの後ろにパッと隠れて、うん、お兄さんも弟パッとかばって、うん、モンスターって言ったんですよ島木さんだけはモンスターやって言ってサムライじゃなかったまあ、ある意味モンスターやけどあ、まあ、西洋の方から見たモンスターやった、ね、島木さん日本人のジャンルじゃないもんねジャンルじゃなかった皆さんのタイガージェットシーンっていうプロレスラーもちろん知ってますよ。インドの強子、はい、クルエルトラって言われてます、うん。クルエルトラって言われてるぐらいですんで、ほとんどリング上で試合しないような人なんですよ。あ、そうか。もうレフリーをまず血まつりに上げて、はいはいはい、試合を裁く者いなくして、もうその客席を練り歩く。練り歩く。もうその時で、もうケムコジェラのだから巨大なインド人がこのサーベルこうやって。はっはっって言いながら徘徊場合によっては椅子やら何やら客に投げつけるようなむちゃくちゃ、まあ、僕なんかプロレスねずっと好きでしたからまあ受け入れてますはっ異常な出来事で巨大なキャンプ場のでまあ2年ぐらい前に、うん、プロレス会場に行ったんですよ、うんまあ、タイガージェットシンが出てる、まあ、かなりのベテランなんですけど、うん、いやシンが全盛期の動きすんのかなみたいな疑いかけて長いもんなもうリングにさっき入場したらまず真っ先に一直線にレフリーのもと向かっていてですね、うん、レフリーを血まつりに上げてうわさすがシンさすがシン変わってないな、うん、もその後対戦相手まで、うん
あのもうコーナーに縛りつけて動かれへんようにして、うん、でその後も自由な時間ですよ、真の、うん、もう客席におられなさい、はっ天才やお客さんもぐちゃぐちゃ盛り上がってるんですよ、逃げろみたいな言うて、うわすげえなーと思って相変わらず芯すごいなー思って、でちょうどまあ僕のおる僕も結構いいリングサイドの座らせてもらってたんで、芯がぐんぐん向かってきてるんですよ、うわー芯が来る芯が来ると思ったんですけど、ちょうどこの椅子の列で一列前を芯が歩いてるんですよね、で芯っていうのはもう我が道を行きますから、あこれちょうどギリギリで見れるから、いよいよヤバだったら逃げたらいいしギリギリまで見れるわ思って、これ楽しみにしとこう思って、みたいな、ほんで向こうから芯がはっ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 、ね、サーベルこうやって近いはっはっ、もうその光景をねおそらく初めて見たであろうあの小学生の男の子がはぁへたり込んじゃったんですよ、一列前でちょっと怖いかはぁはぁってへたり込んじゃって涙がツッてなって声も出さなくてはぁってなってるんですよ、うわっと思ったんですけど、芯がどんどん向かってくるわけですよ、京子が京子がはっこっからはちょっと僕の憶測もだいぶ入ってくるんですけど、一瞬ねはっって言ってた芯が男の子多分なんか視界に入ったよ、見たんやはっってなったら、この全然スピード緩めなかった芯が一瞬ちょっと立ち止まって、その場で立ち止まってはっはっってちょっと2歩下がるぐらいの僕の憶測ですけど、坊主早く逃げろみたいな時間を作ってやるはっはっ！お店まだこっちにまだ来るぞ。動かれへん。知ってんねんみたいな感じで。はっ！だいぶスピード緩めて近寄ってきたんですよ。シーンが。はっ！もう男の子いよいよどかれなくて。ほんで、まあ、これも僕の気のせいかもしれないですけど、その男の子を目の前で見て僕がわーってなってるのを見て、なんか僕の方チラチラ見てるような気がするんですね。はっ！僕を見てるんですよ、はっ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 これはもうやばいとどうしようかな、でもシーンがスピード緩めてるのはもしかしたら本当にインドの強子やから、確実に男の子を踏み潰すためにこう緩めてるのかもしれない、そんなこと言ってる場合ちゃう思って大丈夫か僕ってこう一列こう乗り越えて男の子バッて大丈夫か大丈夫か大丈夫やからなって言ったら、シーンが元のスピード戻ってはっ僕のとこ通り過ぎるときに一緒はっはっ僕の憶測ですけど憶測やな憶測も入ってるんですけどあ、そうかもしれないなんかちょっと怖いのある感じの、ねねねはい、ちょいちょい怖いですよね、あの時僕多分一緒におったと思うんですよ、プロレス会場にバファローゴロ A 先生と見に行ったと思うんですけど、その時なんかあの A 先生がこうビール飲みながらほんま楽しいな最高やなみたいな、ビール飲みながらプロレスみんな好きやわみたいなずっと言ってはって、でタイガー・ジェットシンバーって来て、ほんで僕らもわーって逃げたんですよ、ほんであの席戻ったらあのバーって過ぎ去ったから僕らバーって戻ろうと思ったら A 先生がビールないっつって言うから、あれって、まあ、蹴られたんかなんかなんですかねっつってパッて見たらタイガー・ジェット・シンがそのビール持ってこうやって攻撃してたんですよ、大丈夫うわすごいっすやんって言うのはありましたけどね、思ったより長くなかったな話ですかいつも覚悟してたんですよ、覚悟してたお尻に力入れてた振り向いてるよいおおおあっ小林そうですね、もうこれ全然、はい、ここはたっぷり時間かけていただいていいですし、はいね、いやーこれ新しいですよこんな番組そうですね過去の V 使えやいう話なんでそうですよほんまにそうですよ総集編見て喋るのがいい、ね、おかしいでしょあれですよ、はい、人の話取ってもいいんですから、ね、ちょっと無茶苦茶無茶苦茶ダメでしょ無茶苦茶やからやってみていいってこと猫の話を別にしたっていい僕にもできるかなっていい僕にもできるかな挑戦して全然いいあカバー、はい、全然いいカバー OK カバー OK カバートリビュートトリビュートこれは新しいですよ話自体が
滑らないというだけで、そうだ、人が変わったって同じなんですよ。言えるかな、もうちょっと見てみたい。これは新しいもんね。そんな番組ないよね。その話取っていいの。そうなったらちょっと回ってきてほしいみたいな。あるやつ、どうしよう。でも僕のちょっと話術だ、猫喋れないですね。まあまあこの子はね、はい、全然12、面白いエピソードというよりは、うんうん、ちょっと都市伝説に近いような。あの大阪のある放送局、まあ、ラジオ放送局で、はい、急にちょっとお腹が痛くなって、はい、でまあ、ちょっと本番前にちょっとなんとかうんこしとかな思って、はいはいはい、トイレ行ったら、はい、まあそこ台のあれが1個しかないとこで、はい、なんか使ってあったんですよ、うん、で、ああまた俺は早出てけんかなと思ったら、うん、もう本当にベルト直そうとも水流そうともなしで、はい、ガチャって開いたんですよ、はい、あれって思ったら浜村淳さんが出てきて、はい、浜村淳さんが、関西の重鎮浜村淳さんが、はい、君使うんかみたいな、うん、あ、いいですかみたいな、おおみたいな、ピューッとこう足早に浜村どうなんやなって、はい、でこれでも水流そうとなかったから、これでうんこ残ってたらこれ結構な事件やなと思って、はい、でパまあ入ってももう匂いもないし、もううんこなんかもちろんないんですよ、はい、あれと思って、何してはってやろな思って、まあまあええか思って僕用を足そうと思って、はい、ズボン下ろして便座に座ったら熱っってぐらいになってて、便座ヒーティングが最強に設定してた。もしかしてあれはま、まあ僕の予測ですけど、浜村さん、はい、便所で暖取ってたんだ。かめへんなんて、かめへんし、暖取ってたんだ。そうちゃうか。まあ、僕の読みですよこれも、はい、なんか面白いねその話ね、はい、俺もな印象深いねな、その話は覚えてる。あ、来た。あ、わかりました、はい、大阪で、うん、結構夜中まで飲んで、まあフラフラ帰ろうとした時に、あ、こんな時間までやってるんやってマッサージ屋さんがあったんですよ、でちょっと疲れてるしマッサージしてもらおうかな、マッサージしてそのまま帰ってバッと寝ようかなと思って行ったんですよ、ほなまあちょっと中国系の方がやってるようなマッサージで、バーッとやっていただいて、あまりにも気持ちよかったんで僕結構疲れてたんで、もう爆睡しちゃったんですよ、まあ紙パンツ1枚なんですけど、紙パンツ1枚で爆睡しちゃって、で60分ぐらい経った時にお客さん時間ですよって言われたんですよ、で、あ、すいません寝ちゃってました、すいません、あ、寝ちゃってましたね、そしてもうお客さん元気ですねって言うとこう紙パンツ の先端をピーンってやられたんですよ。どうしますか、ここで終わりますか、延長しますかって言われて、あ、延長しますって言うんです。じゃあとりあえず30分だけ延長いいですかね、はいはいいいですよって言って、で、まあ、そのままマッサージ続けられてまた僕爆睡しちゃって、はい、30分経ちましたよ、お客さん元気ですね、ピンって、ね、あとピンピンピンっていう紙パンツのなんていうんですかね、はい、先頭ピンってやられて元気ねピンってやられて、あ、これはあ、なるほどなと思って、どうしますか延長しますかって言われて、あ、じゃあ30分延長お願い、結構してるで、いるで、してちょっと一個だけ聞きたいんですけど、なんかもしかしたら、もしかしたらなんですけども、このマッサージとまた違ったなんかスペシャル的ななんか気持ちいいことは待ってたりするんでしょうかみたいなことを言うたんです僕が、はい、待ってするんでしょうかって言うたら、言うたら、うちそんな店じゃないよ、そんなやりたくな、自分でやれってティッシュの箱パーン投げられたんですよ。タバコ吸っとくからって言って外でタバコ吸ってて、まだかまだかまだかっていうことがありました。この風に泳いでそれ はい、僕映画版ドラえもんのゲスト声優この間呼んでいただいて、はい、劇場版アニメの、あれ毎回ゲスト声優で芸能人の方とか呼んでるんですけど、今回マヤミキさん、温水洋一さん、さかなクン、僕っていうのはゲストで呼んでいただいて、今回のは簡単に言うと海の物語で、
人魚族と魚人族、まあ、半魚人ですね、これの戦いみたいな、まあ、人魚族がいいものでドラえもんたちが応援するみたいな、で魚人族半魚人がこの悪者で海をむちゃくちゃにしてしまうみたいな、僕だけあのゲストの中でこう魚人族の悪役トラリス司令官っていう、すっごい悪い役で呼んでいただいたんですけども、これあのアニメのアフレコ現場って結構あの経験した方何人もおられると思うんですけど、結構すごくてマイクを4本ぐらい立てて、そこで台本持って入れ替わり立ち替わり声優さんがこうバーッと交代でこう喋っていくという、すごい結構緊張感ある現場なんですけども、あのさかなクンが結構すごくて、まあさかなクンはあの温水さん演じるメジーナ博士の助手、博士の助手という役だったんですけど、でさかなクンの一発目のセリフがですね、博士大変ですっていうとこう緊急事態を告げに来るみたいな、でマイク行って博士大変ですっていう役なんですけども、その順番になったらさかなクンがですね、博士博士言い出して、呆然と違うぞ、この監督がちょっとすいませんストップですみたいな、さかなクン、あのここはですね、あの博士大変ですで一言お願いします、一言です、大変、申し訳ございませんみたいな、余裕あるね、はい、入れました、もう一度行きましょう、そのシーンちょっと手前から行きましょう、パッて読んでて、でまたさかなクンの出番だったら、博士さかなクン、ちょっとストップしたぞ、さかなクン、あのアニメは一応映画先決まってるのでそこに尺を合わせて行かなきゃならないで、はいはい、ね、ちょっとあのそういうシーンじゃないんで、ここは一言、博士大変です、お願いします、申し訳ございません、ちょっと待ってきましょう、博士って監督がもうええわって言ったんですよ、こんなすごいさかなクンやったんですけども、いやこれやっぱさかなクン面白いなと思って、ずっと合間一緒におろうと思って、ちょっといろんなとこ見れるかもしれない、知りたいな、さかなクンの生態を知ろうと思いました、で横にいてさかなクンって、あと魚に詳しいだけじゃなくて魚料理もすごい好きなんです、で全国の魚料理詳しくて、僕もたまたま大阪で深海魚を食べさせてくれる店行ったことあって、その話をちょっとさかなクンにしたんです、深海魚ね、いっぱい食べさせてくれる店あんの、さかなクン大阪に言うと、すごいですねって言ったんですよ、あれさかなクン、そこすっギョいですねって言わへんの、さかなクンって言って、ちょっと意地悪したら、ギャーって言って部屋飛び出してあんまり言うたらどうだったんだ、追い込んだら今後もちょっと注目していこうかな、もうさかなクン目離せないね、さかなクンからこれからもねそうないな、いきますおー出ますね、はい、僕今大輔さんと月1回、あの全国を回るアンギャーというライブをしていただいてるんですよ、はい、各都道府県を47都道府県1ヶ月に1回回ろうみたいな、で2人でライブやらせてもらってるんですけども、あの長崎にこうライブに行ったんです、だ長崎っていうのはあの最近すごくて、あの坂本龍馬ブームで観光客の方も多くて、ゆかりの建物とか施設も多いんですよ、でライブ終わった後大輔さんが、今日はもうせっかくやから、ちょっと奮発して晩飯ちょっと豪勢に行こうって言って、かつてあの坂本龍馬たちが、まあ、海援隊って言ったんですかね、それの前の組織でいつもあの遊女と遊びに行っていた館があるんですけど、それ今料亭として存在してるんです今そこは、ほんで行って、これはあの坂本龍馬も好きだった料理ですみたいな、食べるしっぽく料理っていうね、長崎独特の料理があって、美味しいです美味しいですって言っていただいてたんですよ、ほんであのそこのあのおかみがですね、気使っていただいて、もしよかったらあの海援隊がいつも宴会していた部屋っていうのが今残ってるんですけど、そちら見ますか、連れて行っていただいたんですよ、ちょっと通してもらって、ほんなそこにはこう柱があって刀傷がついてるんですよ、これなんかすごいあれですかみたいな、いやこれはあの別にその戦闘状態に陥ったとかではなく、まだまだ若かった、獅子たちが俺の方が強いとか、お酔っ払ったついでに俺の剣術を見ろとか、もうふざけ合うようにチャンバラごっこみたいなのをしてて、その時におそらく坂本龍馬がつけた刀傷じゃないかという、そういう傷が由緒正しく、すごいでしょみたいな、すごいですねって言ってたら、大輔さんがですね、当然目をつぶってね、その傷を触り出したんですよ、こうやって、でなんかちっちゃい声でね、
分かりましたって言ったんですよ。ちっちゃい声で分かりましたって言って、でいつもは僕のことコバーとか言うんですけども、急に目つぶりながら、うん、小林さんうわって言い出して、はい、小林さんよければわしと恩師でお笑い界変えんか。きつきついな。でまあ僕もこれはきついな。ヤコダ対応するもなんなんで、分かりました変えましょう二人で、って言うて、分かりました、じゃあ小林さん、長崎の町へ出てみましょう。長いね。結構な時間でも電気もいろいろ消えてるんですよ。でいろいろ見渡した結果、大輔さんが小林さん、お笑いの夜明けは近いぜよ、あそこへ行こうって言って飛び込んでいったが、24時間営業のアダルトビデオを売ってるんですよ。いやなんかね、そういう気持ちになってきたんですよ。日本酒とか飲んでて、龍馬さんとか喋ってきはったんですよ。大丈夫大丈夫、まあ、実際使ってたような器とかね、そうにしていただいたりして、なんかそういう気分になって、すいません、なんて喋ってこられたの。いや、あのいろいろ、頑張りなよみたいな。全然土佐弁じゃないじゃないですか。頑張りなよ、兄さん。頑張りなよ。兄さん、何ちゅう顔でもやってる。ないですよ。まだ大輔の番じゃないからね。大丈夫、すいません。さあ、まだ出てる。あ、とは、はい。知るね。じゃあ、ちょっと僕もハートフルな話をちょっとさせてもらうと思う。大阪の方にですね、うん、吉本大運動会という、こう、でっかい番組がありまして、うん、まあ、参加された方も多いと思うんですけども、はい、その吉本新喜劇の方であるとか漫才さんであるとか、もう若手とかが一斉に集まって陸上競技大会みたいなのをね、やってテレビで中継する番組があって、僕も若手の時ずっと毎年出させてもらってて、でまあ行ったら、いろんな競技あるんですよ。本当にリレーとかあって、騎馬戦があるんですよ。で騎馬戦はやっぱりその、まあ言ったら看板スターの方が上に乗って、僕たち若手が下で馬を組んでやるっていうやつがあったんですけど、僕の馬を組んだ上の将がですね、はい、末成由美さんっていうね、新喜劇の、はいはい、まあ、もう還暦を超えられてる、お姉様なんですけども、ね、すごいおしゃれな人で、知らない、本当にもう最先端のおしゃれを常にしてるんですよ、うん、帽子のつばの直径だけで2メートルあるぐらいの、これ帽子かぶってきてエレベーター乗るとき横向いてこう乗ったりとかするので、まあその人やっぱおしゃれなんで、その配布されたジャージをみんな着るんですけど、うん、着こなしもちょっと若者風に、うん、ちょっとゴムを緩めて腰でジャージ履いて、うん、裾まくってちょっとなんか若者風にジャージ履くみたいな履き方をしてたんですよ、うん、で、まあ、僕下馬でやってて、こう戦ってたらですね、やっぱりその骨盤より下でジャージを履いてるので、うん、どんどんこうジャージがこうちょっとずつ下がってくるんですよ、で、あ、これはあかんと思って馬でこうなんとかやろうとするんですけど、内緒にケンコバあっち行けとかって上で指示来るから、はいわかりましたってこう行ったら、またこうズルズルズレて、これちょっとやばいんちゃうかなってこうやりながら思ってたんですけど、このままでパンツ見えるぞ、やばい姉さんパンツテレビに映ってしまうと思ってたのに、どんどんズレていくのパンツが映らないんですよ。お尻の裸足、ほっぺたしか映らないです。どこまで行ってもどこまで行ってもどうなってんねやと思ったら、本当に還暦超えた方でこういうの履くんやっていうぐらい、本当にこうミクロの紐だけのティーバッグが、せなりせなりさん、これせなりさんこれらい、や大丈夫かなと思って、まあ競技場のでっかいモニターにユミネさんのティーバッグのお尻がね、デカデカと映るわけですよ。で、まあ、周り も, もう芸人さんですから、まあ、ゲラゲラ笑うんですけど、これもう大変大変やみたいな話になって、結局そのまま牙はドシャーンって崩れて、まあ、負けたんですよ。で、ユネさんお尻出てますよって、いやーみたいなことをやってる時 にその周りで見ていたですね、アホの坂田、坂田敏夫師匠がですね、それを一部始終見てて、はい、得した、これは得したでって言ってトイレに消えていった。
何やその話。何やその話。関係や。得した。これは得したね。ハートハートハートフルハートかなりハートフル。登場人物にええやつ一人もええおれへん。何やそれ。坂田師匠が得してよかったなっていう。坂田師匠も慣例超えられてるから、ね。よかったな。行きまーす。まだ出てない人。よかった。やば。ね、僕あのデビューした時からまあ、ジュニアさん、まあ、チャール兄弟さんにすごいお世話になってて、僕本当にデビューしてまだそのどこの馬の骨かもわからん時期に。うん、千原さんが当時大阪でやってた番組、まあ、早くで出してもらったりもしてたんですよね。で、あ、嬉しいな、みたいな日々があったんですけども、ジュニアさんってすごい普段おしゃれじゃないですか。うん、で、それ、収録がね、確か毎週土曜日かなんかにやってたんですけども、その時にいつも新しい服買ってきて、結構かっこいい服買ってきて、そのリハーサル終わったら買いに行って、その本番にその服で臨むみたいな、そのローテーションがあったんですよね。まあ僕、肌がずっと見てて。で、服買ってきたらいつもまず楽屋にこもりはるんですよ、うん。で、20分ほど出てこないんですよね。一、うん、人で。で、一回ちょっと、20分はちょっと長いよな、試着にしても。うん、ってちょっとそっと、悪いですけど、ほんまにパッと覗いてみたんですよね。うん、ほんなまあ、鏡の前で新しい服着て、ジュニアさん立ってるんですよ、うん。もうちょっと首斜めになってるんですけど、もうすでに。うん、こうやって、バーッと僕見てたら、兄さん、怖い。すごいな。これ絶対嫌や。はい。2、3ヶ月前に、ロケの仕事でフィリピンに行かせてもらったんですよ。まあ、海外とか行ったら、その、現地のコーディネーター、人がおって、いろいろ、まあ、案内してくれたりするじゃないですか。はいはい、通訳してくれたり、うん。で、そのフィリピン行った時のコーディネーターの人が、すごい綺麗なフィリピン人の女の人で、はい、で、わ、この人綺麗な、思ってた。日本語も上手なんですよ。はい、で、まあ、ちょっと喋りたいなと思って、まあ、ロケの合間に、日本語上手ですね、みたいなのを言うたら、はい、あ、そうなんです。私、日本が大好きで、すごい日本のこと勉強してて、はい、前の彼氏も日本人なんです、とか言って、はい、あ、そうなんですか、みたいなの言って、ほんで、日本の何が一番好きか言ったら、この、意味はわからないんですけど、漢字が、すごいかっこいい。あれはもう本当にすごいものだと感じ、はいはい、見てるだけでもう心が高揚したり癒されたりする、あ、そんなもんなんですか、僕ら日本人やからちょっと分かんないですね、で、その漢字が好きすぎて、その前付き合ってた日本人の彼氏に頼んで、その神様っていう字を彼氏に書いてもらって、はいはい、首の後ろにタトゥーを入れてると、こう神様と、はい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 、この、まあ、首の本当下ぐらい、はい、ああそうなんですかって、よかったら見てください、日本人の人に見てもらいたいです、いパッと見せたら漢字で、うん、矢沢って書いてあるんですめちゃくちゃな彼氏やな、ね、彼氏にとっては神なんでしょうねちょっと言えなかったですね、これ違いますよとは、まあな、まあ、神様鳥を言ったら神様ですから次まあでもね、本当に次だけはい、何の話しようかな。この間マンションの更新があったんですよ、よう考えたらマンション更新も6回ぐらいしてるなと思って、あ、ということはもう東京に僕まあもともと大阪でやってたんですけど、うん、東京来ても10年以上はどうにやってんのか、うん、みたいな思いがあって、あ、そういえば東京に初めて部屋借りた時にいろいろあったなっていうのを思い出したんですよ、で初めて部屋借りましたっていう後に、あ、今度東京に引っ越して東京でやることになりましたと最初に挨拶した人がたまたま劇場で一緒やった、楽屋で一緒のリットン調査団の藤原さんやったんですよ、リットン調査団の藤原兄さんに、うん、小林です、今度東京引っ越してきてこっちでやることになりました、またお願いしますっていうご挨拶をした時に、藤原さんが東京はいいこといっぱいあったらいいねでももちろん過酷な場所やから辛いことも倍以上あるよっていう言葉をいただいたんです、あ、分かりました、もう覚悟します、僕はね
東京に来て深呼吸することを覚えました。あ、そうなんですか。深いな、はい、でパッと立ち上がって藤原さんが楽屋で深呼吸しだしたんですよ。交番もやってみなさいって言って、で横で僕並んで深呼吸したんですよ。こうやって深呼吸してるとね、少なく見積もっても大阪の倍以上アイドルの股間通ってきた空気吸ってるからね。え？あ、そんま。でもね、コバ、仕事では何もええことあらへん、きっとこの先もええことあらへんっていうことをいただきました。らしいわ藤原さん、らしいらしいらしい。でも仕事では一個もええことあらへん、きっとこの先もええことあらへん。そっから10年、確かに藤原さんええことあんまり怒ってるような気がしないんですけど、あらはるわ。ネガティブやな。でもちょっと面白いなそれな。でも確かにあの20分ぐらい深呼吸をゆっくりやると本当にストレスが抜けるんですよね。だんだん科学的にもこの脳波とか脳科学的にも証明されつつありますよね。だ正しいことやられてるんですよね。ミットン調査団藤原さん正しい教えを。でもなんでそのこうアイドルの股間を通り過ぎていたく、そういう発想が素晴らしいですよね。大阪で深呼吸するのは確かに倍以上の確率あると思うんですよ。アイドル多いです。間違ってはない、はい、間違ってはないのかな。まあ分かんない。ええこと言う。なんなん股間を通ってきた。だからなんやねん。ただおっさん股間も通ってます。人数多い分ね。負けへんぐらいね。肩やるな。あ、入ってきた。はい。結構お酒が飲めるような感じのラーメン屋さんってあるじゃないですか。一品とか充実してて、はいはい、テーブルとかもしっかりあって、はい、そういうところに僕大阪のラジオを夜生放送の前にちょっと食べに行ったんですよね、うん、で行ったら割かし若めのサラリーマンの方3人がもう結構お酒飲んでて、うん、でまあ若い言うても1人は30枚ぐらい で2人は新入社員みたいな、うんうん、でこれがねこの30枚ぐらいの、まあ、先輩の方がちょっと聞くに耐えないようなこう説教みたいなのになってるんですよ。もう聞いてた、嫌なこと言うてるなあの人っていうのは、もうそれがもうこの人マジかみたいなこと言ってるんですよ。このお前らにはそう俺が足りん、俺この俺っていうのがこの俺たちの世界では大事、俺がやります、俺が前出ます、お前らにはオリジナルがないみたいな言ってラーメン屋で死んだ。今は何回か言うとるなそれ。マジかみたいな思いながらもラーメンもうちょっと聞いとこう思ったよ。なんでないの、頼むからお前たちそれぞれのオリジナルを明日から見せてくれ。もう若いやつ、はい、すみませんすみませんなってるんですよね。もう ジョッキ全然動いてないです。若いやつ、はい、すみませんみたいなやってほんなもうそろそろ締めに入ってたんでしょうね、うん、ラーメン3つお持ちしましたみたいな、うん、また結構ね、結構僕より大きいぐらいの女の子のドジそうな子が3つのラーメンをこう持ってきてしまった。もう2つの方もこんなになってるラーメン3つお持ちしましたって、もう声も震えてるんですよね。これはやばいぞと僕思ってたんですけども、まだこっちはもうオレジナルオレジナルって言ってるんですよ。こう持ってきてるのは、ね、とんでもないシーン見てしまった。もう案の定そうドジそうな子がこの2つの方をこのオレジナルにわーってなって、ほんならそのドジそうな子がもうパニックったんでしょうね。何を思ったんか、自分がガーやってもったのに熱っって言ってもったんですよ。熱っって言うからオレジナルがバーン立ち上がって僕って言うんだよ。俺怖いよ。一人称僕かよ。そこは絶対俺や。俺が言われちゃうんすよ。僕あおやそいつ。うわ腹立つわ。恥ずかしいオリジナル。腹立つオリジナル。いい感じです。これはちょっと面白いエピソードというよりは、うん、もうどっちかというと都市伝説に近い。うん、話なんですけど、僕が大阪のある放送局でちょっとお腹が痛くなってですね、うん、トイレに行ったんですよ、うん、でまあ大きい方しようと思って、うん、なまあ台の方が1個しかないトイレやったんですね、うん、そこ、うん、で入ってはったから、うん、あちょっと待っとこう思って、うん、待ってたんですよ、うん、なんかその服であるとか流すであるとか
ベルトをつけ直すであるとか、うん、音なし何もなしに、うん、カタンって開いて、うん、浜村淳さん出てきたんですよね、うん、もう関西の重鎮のね、はい、映画コメンテーターの方なんですけども、はい、こう入るのかここ、あ僕次ちょっとあ、はい、もうすぐ始まりますんで、うん、今のうちすまし、うん、ああそうか、うん、って言うて、うん、浜村がバーッと去っていったんですよね、うん、で入ったらまあ、うん、もしかしたらそのうんことかあったら僕もその大事なんですけど、うん、何もないもう綺麗な便器、はい、あれでも流してなかったしみたいなんで、はい、うん、でいざまあズボン下ろして、うん、便座座ってみたら、うん、信じられへんぐらいあの便座熱っあの便座ヒーティングみたいなのを最大限までして熱っってなってるあの人何してたんやろみたいな、すまんすまん、便所でバン取ってたんですあの人バン取ってたんです、何やろ、謎のまま、謎のままこれさすが聞けないよ、これはミステリー、ミステリー、都市伝説、都市伝説でもない行きます。おあおおおお、2年ぐらい前の話になるんですけど、大阪の御堂筋っていうメインストリートがあるんですよ、はいはいはい、でそこを歩いてたらですね、20メートルぐらい前からすっごい格好した女の子が歩いてくるんですよ、もうへそ出しどころかもうちょっと若干南半球が見えるぐらいの下の方の、はい、ほんで下はもうミニスカートで揺らしながらね、はい、腰こんなにくねらして歩くかぐらいこんなすっごい女の子やなと思って、御堂筋さん大きい、はい、ねえ、はい、どうでしょう、えらい格好してるなと思って、あんまりにも女の子に目行きすぎてて、わり、うん、かし近くなるまで横の男のこと気にしなかったんですけど、横の男が、うん、あのこの小杉やったんですよ、ええと思って、こいつ彼女に何ちゅう格好させてんねん、勝手にしよったんですけどね、それあのそんな格好させた彼女に小指持たして歩いてるんですよこいつ、こうやってこんな子に、うわー思って、もう僕ちょっとニヤつきが止まらんかったんですよ、これは笑えると、でまあこっから僕の推理も込みになるんですけど、この話は多分ね、この辺にもう僕をこいつ確認しよったんですよ、一回、うん、あ、実は、はい、ほうほうほう、まあ、芸人といえば、まあ、仕事場だけじゃなくてどこでやってもね、先輩後輩挨拶ちゃんとするっていうのは決まるじゃないですか、おそらくここに僕のことがちらっと見えてるんですけど、僕のニヤついてる顔も見えたんですよね、あ、これは笑われると思って、おそらくなんですけど、こいつ気づかんふりしようとしよったんですよ、比較的彼女に首向けて喋るようになってこうやってで俺はもうニヤニヤしてるわけですよ、ニヤニヤしてる、ね、うん、でまあでもこいつはこう喋りながらもちょっともう笑顔も引きつってるんですよ、彼女喋ってるあ、どうしよう、挨拶ほんまやったしなあかんのに、でも気持ち的にはここで気づかんかったというふうにスルーしたいという、うん、もう葛藤が見えるんですよ、うん、僕もうそれでもう笑いそうになってるこうやって、うん、でもう小杉はこうやっぱあ来たやで、もう葛藤が爆発したんでしょうね、うん、僕ともすれ違う瞬間真横ぐらいで、うん、おざますやっぱりあかんと思って、はい、音ます芸人やな、芸人やギリギリ保っちゃった芸人や、戦いがあったやな、ギリギリ保っちゃった危ないとこやな、はい、あ、あ、やば、はい、なんでこんなことなんねんっていう話なんですけど、あの僕新幹線の最終で、品川から新大阪に行こうとして乗ったんですよね、あの大阪で確か夜中の生放送みたいな仕事が入って、で最終で向かうって言うて、俺夜中で結構朝までやからちょっと体力温存しとかなあかんな思って、もうタバコ一本吸って爆睡したろうと思ってたんですよ、で今あの新幹線であのタバコ吸えるのがこう喫煙ボックスみたいなのがあって、3人ぐらいが入って立ってタバコ吸えるとこあるんですよね、でそれまあちょっと荷物置いて、よしじゃあタバコ吸おうと思ってこう行ったんですよ、まあ、先にもう2人が入っててタバコ吸ってるまあお兄さん2人がおったんですよね、でまあ空いてるが入ろう思ってパッて入ってこうタバコに火つけてこう吸ってたら、この僕が左端真ん中向こうの人なんですけど、その一番奥におった人が僕のコートを見て、あっ待って、あ気づかれたな、まあまあ別にそりゃそうか思ってタバコ吸ってた、その人が、あのすいません、あの
長州力さんですよね。年齢偉い。違いますっていうから、いや、嘘、長州、長州って言い出して、うん、で、あの長州力じゃないんです、僕、うん、まあ、似ても似つかないんですよ、ね、いやいや、いや長州さんですよね、長州力さんですよね、いや、違いますって言ったら、いや、なんでなんですかと、その人が、いや、僕こんなに好きで、こんなにファンで、もう絶対嘘なんですよ、こんなにファンで、こんな奇跡に立ち会えて、うん、長州さんですよって言うて違いますって言われたら僕ショックですよみたいな振り出しで、いやだから違うんですよ違うんですよ、なんでそんなこと言うんですかとか言ってもう、知らん知らん思ってこう初向いてタバコ吸ってたら、うんうん、こう長州さんの入場曲を口ずさんでるんですよ、でんて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 でん、腹立つなこの人思って、もういっそのこと長州ですって言うて握手でもして終わらそうかな思ったんですけど、いやそれでも、いやねえ長州さん、あの社名とかずっと言ってきてねえなー思ってたら、その僕とその人の真ん中に立ってる人が、いい感じのならんお前は、お前この人だってお前自由な時間あんだよお前、え新幹線じゃプライベートの空間だろお前、嫌がってんの分かんねえのかお前、あなんでそっとしといてやれねえんだこの人、お前大宅の人お前長州じゃねえんだよみたいな言うてくれ、でもその言うてきた人は、いや長州ってずっと言うんですよそれもその人がもう、マロン向こう行けみたいな言って、あすいませんみたいな言って、その人はタバコ消して出て行ったんですよ、うんうん、ではなんか助かったなこの人、えらい怒ってくる、うんまあ、僕が怒るのもあれやし、なんかえらい言ってくれたんかな思って、あどうもなんかすいませんでした、うん、いやいいんですいいんです、ああいうやつどこにでもいるんですよみたいな、ね、大変ですねやっぱりそのね、テレビとか出てたらこういうふうに本当にプライベートな空間でないでしょ、いやいやもうありがたい話なんですけどねみたいな、ね、本当にそっとしておいてやってほしいんだよなみたいな、そういえばね僕今から仕事で京都に行くんですけど、まあ、いつも泊まるホテルあるんですよ、あそうなんですか、そのホテルね出るんですよそのいつも泊まる京都のホテルに幽霊が出るという話が始まってそっからあもう一個吸ってくださいみたいな言って、あの僕タバコ2本ぐらい吸ってる間ずっと幽霊出る話聞かされてこの人にも結構捕まっちゃったつけてくれたのに助かった、思わぬ展開、思わぬ展開なんですよ、ちょっと僕ちょっと仕事であれなんでちょっと寝てきますで、はいお気をつけてみたいな言われて何やねんな思って、ほんでバーっとやっと寝れるわんで寝て、でちょっと深い眠りになった時ぐらいに外から窓ガラスがバンバンバンって叩かれてはっって起きたんですよ、ほんなら、まあ、京都やったんですよね、その起きた時、はい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 、ほんならその人が窓ガラスを僕外からガバン叩いて起こしてですよ、助けてくれた人が難しい、はい、腹立つね、いた人にね解明じゃん、そこからも極力最新の新幹線下げてるんですよ一本でもいいから早く乗りたいっていう、腹立つな、はい、いやすごい話やな、芸人って結構やってダメなことがあって、まあよく言われるのが噛むとかじゃないですか、はい、これをもう超えてしまったやつがおって、僕後輩で、まあ、皆さんにも後輩になるんですけど、レーザーラモン、今 HG すごいじゃないですか、でまあその HG に今残念な方のレーザーラモン RG っていうの、 RG、はい、相方さん、あいつほんまにこの今の何やってんやっていうことを言ったことがあって、まあライブなんですけど、はい、急にあいつが横から出てくるっていう役やったんですよ、はい、みんなが普通にライブやってるところに乱入してくるみたいな、はい、ほんでまああいつなりに用意してたつかみがあったんでしょうね、はい、多分ちょっと誰が妻夫木聡なんですか、うん、っていうのを言いたかったやつ、はいはいはい、でどこがやねんみたいにみんなに言うてほしかったでしょうね、はいはい、でまあその入るタイミングとかこうなってていろいろこう緊張も徐々に徐々に上がっていってたんでしょうね、はい、でバーッ出てきて、うん、ちょっと誰がトゥマバルク高俊なんですか。
トマバルク高俊これもう勘弁でもないやろみたいな溺れながら出てきたみたいな明らかにそっちの方が言いにくいからな結構はっきり聞こえたんですか誰がトゥマバルク高俊なんですかトゥマバルクどんな名字やねんみたいなあーいろんなね、いろんなやついますよねいろんなやついますわほんまに大阪で、はい、結構あの大きい規模のお祭りが今宮東海恵比寿っていうお祭りなんですよ、はいはい、これあの、まあ、大阪の人は結構知ってると思うんですけど、うん、あの商売繁盛の神様っていうのがあって、はいはいはい、まあその恵比寿さんに1月の10日にみんなで参るというあれなんですけど、うん、その日の朝に、うん、ホエカゴっていうカゴがありまして、はい、宝が恵まれるカゴと書いて、うんまあ、ホエカゴっていうのがあってそこに地域の人ら商売してる人らが乗ってあの近所 の, そのラグビー部とかがそれを担いでもう櫓みたいなもんですね、うん、で一人乗ってそれにバーってこう行進する何十台もあるんですよ、うん、それ毎年吉本興業からは桂三枝師匠、うんとあと若手誰かみたいな選ばれて乗るっていうのがあって、はい、でもう地域の本当にその商店街の、会長とか、はい、で志願した人とかも乗ってでみんなで「ホーエカーゴホーエカーゴ」言いながら進むのがあるんですよ。である年にその三師匠の他に僕と友近が選ばれたんですね吉本興業から参加することなんで僕ちょっと恥ずかしいな思ってたんですよ、うんそのホーエカーゴホーエカーゴですあんま大きい声で叫ぶん嫌やなと思いながらもまあめでたいことやし、まあやらせてもらおうと思ったら、僕の前にのホエカゴに乗った人が、あの英会話教室の黒人の先生やったんですよ、ねうん。でまあ僕まあ乗りながらその今名別中の目指してみんなザーって行列なんで、まあ先頭の方ではもう三師匠の威勢のいいホエカゴという声も聞こえてるんですよ、ね。ああ三師匠やっぱすごいなと思って。ほなもうそれに負けへんぐらい、その前の黒人の先生が。宝の恵まれるカゴなんかいう字知ってるわけないですか。知ってるわけない。それなのに、ホエカゴホエカゴ言ってるんですよ。嘘つけよ思ってこれ。まあね。何のことも分からない。いくら日本語に日本人に教えてるから日本語できるとはいえ、ホエカゴは知らんやろと思ってるんですけど、ほんまにもうノリノリでもう両手振り回してホエカゴホエカゴ言ってるんですよ。でまあ最終的にその今宮恵比寿というところについて、最後にはその神主さんでみんなで参加した人が祈ってもらうっていうね、お祓いみたいにしてもらうってなって。僕の横やったんですよ当然僕の前におったから、はい、その黒人の先生がいや本当いい体験できましたみたいな僕に言ってくるんですよ、うんうん、とても素晴らしい言葉です、うん、いつまでも
やろみたいな。溺れながら出てきたみたいな。明らかにそっちの方が言いにくいからな。結構レベルじゃん。結構はっきり聞こえたんですよ。誰がトゥマバルコ高俊なんですか。トゥマバルコ。どんな名字やねんみたいな。いろんなね、はい、いろんなやついますよ、ね、いろんなやついますよ、ほんまに。大阪で、うん、はい、結構あの大きい規模のお祭りが今宮東海恵比寿っていうお祭りなんです、はいはい、これあの、まあ、大阪の人は結構知ってると思うんですけど、うん、あの商売繁盛の神様っていうのがあって、はいはいはい、まあ、その恵比寿さんに1月の10日にみんなで参るというあれなんですけど、うん、その日の朝に、うん、ホエカゴっていうカゴがありまして、はい、宝が恵まれるカゴと書いて、まあ、ホエカゴっていうのがあって、そこに地域の人ら商売してる人らが乗って、あの近所 のラグビー部とかがそれを担いで、もうヤグラみたいなもんですね。で一人乗ってそれにバーってこう行進する何十台もあるんですよ。それ毎年吉本興業からは桂三枝師匠と、あと若手誰かみたいな選ばれて乗るっていうのがあって、でもう地域の本当にその商店街の会長とかで志願した人とかも乗って、でみんなでホーエカーゴホーエカーゴ言いながら進むのがあるんですよ。である年にその三師匠の他に僕と友近が選ばれたんですね、吉本興業から参加することなんで、僕ちょっと恥ずかしいな思ってたんですよ、うん、そのホーエカーゴホーエカーゴですあんま大きい声で叫ぶん嫌やなと思いながらも、まあめでたいことやし、まあやらせてもらおうと思ったら、僕の前にのホエカゴに乗った人が、あの英会話教室の黒人の先生やったんですよ、ね、はい、でまあ僕、まあ、乗りながらその今名別中の目指してみんなザーッと行列になって、まあ、先頭の方ではもう三師匠の威勢のいいホエカゴという声も聞こえてるんですよ、はい、あ三師匠やっぱすごいなと思って、ほなもうそれに負けへんぐらいその前の黒人の先生が、はい、宝の恵まれるカゴなんかいう字知ってるわけないですか、知ってるわけない、ね、それなのに、うん、ホエカゴホエカゴ言ってるんですよ、はい、嘘つけよ思ってこれ、はい、まあね、何のことも分からない、いくら日本語に、はい、日本人に教えてるから日本語できるとは言え、ホエカゴは知らんやろと思ってるんですけど、ほんまにもうノリノリでもう両手振り回してホエカゴホエカゴ言ってるんですよ。でまあ最終的にその今宮恵比寿っていうところに着いて、最後にはその神主さんでみんなで参加した人が祈ってもらうっていうね、お祓いみたいにしてもらうってなって、僕の横やったんですよ、当然僕の前におったから、はい、その黒人の先生が、いや本当いい体験できましたみたいな僕に言ってくるんですよ、うんうん、とても素晴らしい言葉です、うん、いつまでも、